どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。本日は懐かしい曲いきます。キャンディーズの年下の男の子。こちらの曲はこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン。こちらのバージョンはね、入門コード4つでいきます。これはね、相当簡単アレンジしました。はい。で、後半のかっこいいバージョンでは、こっちはちょっとガンといきなり上がりますよ。いろんな弾き方、ちょっとメロディーなんかも入ってね、かっこいい弾き方になってますね。こっちの2バージョン、最後までぜひご覧になってください。さあ、いつも大好きな曲、いつも聴いてる曲、CD 聴いたり、カラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器を弾きながら歌う弾き語り、これね、やってもらいたいんですよ。これ本当に楽しくてめっちゃハマるんで、本当おすすめしたいんですけど、今まで楽器やったことないという方は、やっぱりちょっと楽器は私は無理なんじゃないかというふうに思う方多いと思うんですけどね。安心してください。ウクレレ、すぐできます。これキャンディーズリアルタイム世代の方で楽器触ったことない人もすぐできますから、本当に。弦も4本しかないんでね。もう簡単なんですよ。あとはね、ちっちゃいからいつでもこうパッパッとこう触れるのがいいと思います。はい。で、簡単なんだけど始めたらわかる奥の深さ。だからどんどんハマるんですよね。うわ、なんか楽しいけど、あ、もうちょっとみたいな感じで、そういう楽しいね、時間が増えていきます。音楽はね、聞くのもいいけど、やる方がね、楽しいんですよ。ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどん送れて音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けて歌えるようになります。これびっくりするぐらい簡単ですから、ぜひ皆さん始めてください。これ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもできるし、ちょっとした隙間時間ですぐ音楽ができる。しかも無料です。ただですからね、どんどんやりましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽が超簡単ウクレレで弾けるようにしたレッスン動画、1100曲以上はもう上がってると思います。すごいでしょ、1000曲以上あります。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもやっておりますよ。ウクレレで簡単でやっちゃいましょう。さっきのリンク先のところに行くと、曲名検索、歌手別検索、ジャンルボックスからも選べるようになってて、もういっぱい探して、もうどんどん音楽やりましょう。音楽を聞くからやるに変える、これがいいと思います。早速やってみましょう。キャンディーズの年下の男の子ガズレレ流簡単バージョン、やってみます。ワン、ツー。真っ赤なリンゴを頬張るネイビーブルーの T シャツ、あいつは可愛い年下の男の子。寂しがり屋で生意気で憎らしいけど好きなの、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。ボタンの取れてるポケット汚れて丸めたハンカチ、あいつは可愛い年下の男の子。寂しがり屋で生意気で憎らしいけど好きなの、 F.O.V. 嘆き椅子、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。買った方をなくした手袋、ほどけたまんまの靴ひも、あいつは可愛い年下の男の子。あいつは可愛い年下の男の子。せーの、キャンディーズの年下の男の子、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。あーね、なんかこう
懐かしい、ほっこりするような感じがありますけど、今のお聞きしていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流ショートカットバージョンでお送りしております。フルバージョンでやりたい方は自分でどんどん書いていってください。コード進行一緒ですんでね、2番の歌詞とかこう書き出すとできるようになっております。はい、それにしてもね、もうなんとも可愛らしいような曲で、で、あ、そうだ、動画のテロップと一緒にできる方もやっぱ自分で書いて、自分だけの演奏でできるようにちょっとね、なってもらいたいんですけど、その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。で、このノートはこれからやるかっこいいバージョンとの共通なんで、今はね、前奏イントロはちょっとね省略しました。かっこいいバージョンではこのイントロやりますけど、これ結構いろいろ書いてあるでしょ。まあ後で解説していきます。今のはシンプル簡単バージョン、ここから4つ抜きで上の段を弾いていきました。これかっこいいバージョンは下にくるっと囲ってこっちのコード進行になっていくんで、一緒にメモっといてください。はい、じゃあ一時停止でメモっといてください。どうぞ。シンプルですね。はい、歌い回しはもうこれ歌えるでしょ皆さん。その当時ね、もう夢中で多分聞いていたでしょう皆さん。はい、一時停止ね。分かりづらかったら動画のテロップを書いてくださいね。で、こういう風になってるんですけど、これね、ちょっとひとまずこれ一時停止してメモってもらって、このとこね、ターツターツいろいろ書いてある。これ後で練習しますけど、決めですね、かっこいいバージョンでやる。はい。で、こんな感じの構成なんですけど、あ、ここ最後なんですけどね。ちょっとこれ解説させてください。まず、こうずーっと A メロから B メロサビやって、ここに、C メロまで来ました。そしたらね、ここ C メロ終わったら、B へって書いてあるから、また今ここに戻ったんだよね。で、ここ2回目が終わったら、このラストのバースに行ったというのがガズレレ流ショートカットバージョンでございます。さあ、出てくるコード、ここにも書いてありますけど、今やったシンプル簡単バージョンはこれ見て、C と A マイナーと F と G7、これだけですよ、この4つ。これはですね、なかなか、超簡単アレンジ。やりました。この4つでやりました。で、今日はこのコードの解説というか、これ後半やるかっこいいバージョンの解説も今日一緒にしちゃおうと思うんですけど、これにですね、このコードがつきます。 C7、A7、D7。 これね、この7個か、これはですね、もうここまで合わせて超入門コードのグループなんですよ。ここに今隠してるこの F7 だけ後で解説しますけど、この7個のコードはこれね、入門コードのグループ、すなわちこれ、ドン。ガズレレ必須コード。このコードのグループなんです。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで皆さん音楽やろうと思った皆さんは、このウクレレにとって、めちゃくちゃ便利で助けてくれる、もうほんと仲良し小良しのコードのグループがあります。10個ぐらいあるんですけど、それを、ガズが勝手にガズレレ必須コードと名付けておるんでございますけれども、このコードをまず最優先で覚えるのをおすすめします。そうするともうね、今ご覧になってるガズレレ YouTube の曲はもうほぼ7割、8割、9割ぐらいもこのコードのグループでできます。10個あるんです。10個もあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見たらこういう風に1本指のコードもあってね、簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私が解説している動画をここに貼っておきます。この動画でね、もうスイスイ覚えてください。コード10個、はい、この10個覚えちゃうともうほんとね、バッチリなんで最優先で覚えてくださいね。はい、じゃあそこを覚えてもらうとして、じゃあここから本当にかっこいいバージョンの解説に入っていきますけれども、今日はねちょっとあんまり見慣れないコードですけど、この F7ガズレレレって書いてあります。これはね、F7 ちょっとどこで出てくるかっていうと、イントロのメロディーでここで出てくるんですよね。ちょっと F7 見てみましょう。これはね、はい。ですか ?F を押さえて、こことここだよね、F ってね。こことここ2つ押さえて、あとね、ここなの。3弦の3フレットも1個だったら、こんな感じ。薬指とか、これ、まあ、薬指かな。これ、この響きは。これ本当はコード表を見ると、正式なやつはね、ここにさらに1弦の3フレットがつくんですよ。はい。これの方が、まあ響きはいいのかもしれないけど、まあ、このね、1個足すだけでも F7 の響きは十分、表現できる。これでいいと思います。はい。この F7 をイントロで使っていきます。はい。で、今日基本的なリズムはこれですね。じゃん。8ビートのチャットリズムで全編を渡っていこうと思います。これはね、こんな感じだね。真っ赤なリンゴを褒まる。これは軽やかな感じで、こう、クックックだから可愛らしい感じで進めていきたいんですよ。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見て練習していただきたいんですけど、まず8ビートのチャができる前に、8ビートという超基本リズムから練習してみてください。何もやったことない方。8ビートを弾けるようになった人が、8ビートのチャができるということになっておりますので、その段階を経てね、
やっていきましょう。で、今日はですね、このイントロ、さっきやらなかったイントロを追加しようと思うんですけど、このマーク出てきますよ。この矢印マークはシンコペーションといってリズムが前にスコーンと入ってくるやつ。これをやりたいと思います。ちょ、このイントロがね、ちょっとね、面白いリズムというか伸ばしながらやるんですけど、ちょっとじゃあテロップを出すんで、ちょっとやってみましょう。メロディーは口で言います。いつものに。ワン、ツー、スリー、フォー。でーん、でんでんでんでーん、でんでんでんでーん、でんでんでんでーん、矢印のところでスコーンとリズムが前に入ったでしょ。でんでんでんでバーン、ここでアップで入るんでね。これ今伸ばしてるから分かりづらいかもしれないけど、じゃあ8ビートでやると、でん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 、こんな風にどんどん入っていく。でさっきの F7、 この響きがいいんだよね。でん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 、ここで F7 が出てきます。はい。そして、今日は面白いことをどんどんやります。次、そのフレーズのその後に2ブロック C が入るんですけど、ちょっとね、最初からやりますね。ワン、ツー、スリー、フォー、デーン、デン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 、デン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 、デン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 、デンデンデン、次行きます。わかった？これ、3弦の C 弾いといて、C 押さえたままですよ。3弦の3-4-3-4-0です。もう一回。C、C、C、C。はい。3-4-3-4-0。これがね、ちょっと地味にかっこいいでしょ。はい。ちょっとシンコペーションだよ、これも。最初からいきます。イントロ。ワン、ツー、スリー、フォー。でーん、でん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 。でん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 。でん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 。あと入ってきます。これ0、3弦の3-4-3-4-0、これ入れてみました。あとそのシンコペーションマークはここのね、あいつはあいつは可愛いとかテロップに書いてくる、ここら辺もシンコペーション入ってくるんでお見逃しなく。そしてね、ここが結構多いんですよ。 B メロの LOVE 嘆きす、ここツッタッタとかキメが入ります。ツッタッタ、その後もパーツタッタッタツタッタタツタツタツタタタタタタ、これちょっとここね、これね、やってみましょう。はい、これはテロップちょっと書いとくけど、キメがいっぱい入るってことですね。エオプイナゲキイツパッパッ、私のこと好きかしら、たっきり聞かせて、口で言いながら言います。エオプイナゲはもうセットですね。ワンセット。ちょっとこれ歌いながらやるとちょっと難しいかもしれない。ゆっくりめでもう一回やってみましょう。LOVE 嘆きす、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。こんな感じです。ここにもシンコペーションマークが出てくる。最後のところ出てきますね。はい。ここのところはリズムが、というか、キメがね、こう、波状攻撃でこう来るところですからね。ここ、ちょっと、できそうだなと思う方は、ちょっと挑戦してみてください。で、あと、最後の最後のラストのところ、ここね、最後のところ、ここ2回繰り返すんですけど、本当の最後はですね、ここ見て、あいつは、あいつ、たった、たった、たったーってキメを入れます。ここもさっきのキメとちょっと似てるんですけど、ここもやってみましょうかね。繰り返す前のところいきます。ワン、ツー、スリー、あいつ、あいつは可愛い年下の男の子、はい次ですよ。 あいつは可愛い年下の男の子、はい決めね。ワン、ツー、スリー、フォー。あいつは可愛い、 A7 がタッタッアップで裏で来ます。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。あいつは可愛い、わかった。ダッダッチーパッパッ、 A7 がパッパッってきます。年下の、はい、こんな感じでキメ入れていきましょう。こんな感じでこうキメがね、可愛らしい感じで入ってくるわけですよ。これキメっていうのはね、今しれっとやってますけど、これカッティングっていうのはね、結構
左手でこうパッと止めたりするのを使ってるんでね、まあ、ちょっと難しいなと思う方は右でこう止めるのもありだと思うんですけど、ちょっとこの雰囲気をねこう自分で試行錯誤してやってみて、ちなみにカッティングちょっと興味ある方はさっきのリズムいろいろのところでも解説がありますんで、ああそういうことかって分かっていただけると思います。さあそういうわけでこのキャンディーズの年下の男の子ね、年下の男憎たらしいけどなんか可愛らしいんでしょうね、そのお姉様というか、まあその、心持ちがねこうよく伝わるね曲なんで、もうほんとなんかルンルン気分で歌いたい曲ですね。さあやってみましょう、キャンディーズの年下の男の子ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン・ツー・スリー・ゴー。デン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 、生意気で憎らしいけど好きなの LOV なげきいす、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて、ボタンの取れてるポケット汚れて丸めたハンカチ、あいつはあいつは可愛い年下の寂しがり屋で生意気で憎らしいけど好きなの LOV 嘆きす、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて、片方なくした手袋ほどけたまんまの靴ひも、あいつはあいつは可愛い下の男の子、あいつはあいつは可愛い年下の男の子。せーの、じゃじゃじゃん。キャンディーズの年下の男の子、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。この軽やかな、このルンルン気分みたいな感じでできるとすごいいいんじゃないかなと思うんですけど、これ決めがね結構すごいでしょ。これ思ったよりこうバッチリ決めをかっこよく弾くのはね難しいと思うんですけどね、なんかこう雰囲気重視でどんどん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。さあガズレレ最新情報です。お伝えしている通りコロナ問題でイベントがちょっと中止になって、水戸のイベント中止になったりとかしておりますが、ちょっと今後の予定もまだちょっとね微妙なところでございます。皆さんそんな時だからこそお家で YouTube 見てウクレレ始めましょう。そして家にいるね、例えばお友達とかその仕事もね在宅勤務とかその学校休みとかいう方、いたらもうウクレレ教えれる講習会をやってください。もう YouTube ガゼレ YouTube を参考にしてでみんなでこうやるとか、まあ、YouTube 教えてあげてやるとか、まあ、こういう時だからこそ楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ガゼレレこの今使ってるウクレレこれもうちょっとでまた再入荷ありますんで、この再入荷の情報欲しい方は ここにリンク貼っておきますけど、ここで登録しておくと次の入荷があった時に連絡が来るようになりますんで、ぜひ登録しておいてください。あとこのアプリガズレレ初のアプリ、こちらのももうまたどん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 これいつも言ってるんですけど、ね、もうほんともうちょっとで次の情報公開になりますけど、どんどんねこれもねこうレベルアップしていくアプリになってますね。皆さんのスマホやらタブレットにぜひ落としておいてください。よろしくお願いします。ガズレレではですねいろんなグッズ、販売してます。こういうウクレレストラップだとか、これ水引きなんですけど、私の両親が作って手作りのやつだとかね、このキャップとか T シャツとかもいろいろあります。そんなことの情報やそこブログも書いてますんでね、ブログも読んでほしいし、あとなんかねガズレレ関係で最新情報があったらホームページの方で常にアップしてます。これ見といてくださいね。ここからね YouTube 動画を見るのがいいですからね。このリットミュージックの本もご活用ください。こちらの本ももう2冊合わせて累計 5万部に迫る勢いなんで、このシリーズの第3弾が、今年の夏前には出版されます。こっちもねもう本当に楽しく音楽もうすぐできるやつなんでね、ぜひご活用してください。あと他にもいろんなもんホームページでいろいろ展開してますんで、ご興味ある方ぜひ見てくださいね。楽しく音楽やって免疫力もアップ、それがいいです。はい、それでは皆さんごきげんよう。さようなら。